してます、ね、最後の。こんな感じになってるんです。こんなもうペコペコだ。ちょっと見えないかな。こんな感じ。これなんかちょっと張り替えようかなとも思ってるんだけど、ちょっとわかんないですね。なんか上にシートでもかぶせてごまかすか張り替えるか。ちょっと考え中です。でここの襖もちょっと取ろうと思ったんだけど、なんかここに使い棒されててちょっと取れないですね。多分なんかもう襖ずれて補強でこれ入れたけどもう取れなくなっちゃってんですね。逆にこういう汚れ取れますね。こんな感じです。上の段でこんな感じだったんで、でちょっとこれで終わりじゃなくて、もう一回上コロコロやっていきます。新しいやつで。2回目もこの量です。でもなんかこれだと切りなさそうなんで、とりあえずこれで2回やって終わりにします。で床だけじゃなくて壁とか上も全部やっていきます。こんな感じで、なんだろう、これは汚れなのかな、ベニヤの板が取れてんのかな、わかんないけど汚いんで、まあ、全部やります。
掃除機した後でこんな感じです。こんな感じ。休憩しましょう。